ウラウラチャンネルへこそ、どうも、グーシーです。はい、ということで今日は、J リーグのホームでの清水エスパレス戦が、埼玉スタジアムの方で行われました。結果の方は惜しくも1対1の引き分けです。もう先制しながら追いつかれる。もうこのシーンも100万回見た、マジ、今シーズン。まあ、ちょっと伊藤あちきのね、あのスライディングの、ま、同じようなカードのもらい方を2回しちゃったんですが、一人少なくなった後よ。もうちょっとね、我慢してライン下げないでボールホルダーへもうちょっと行きたかったっす。残念。ただ11人でやれてるうちは、モーベルグ選手のユンカーに出すあの裏のパス、聞いてました。やはり、ユンカーの裏を恐れて、相手の最終ラインはなかなか上げれませんでした。それにより、相手のプレスはなかなかかかりにくくなっており、浦和は清水のプレスを鮮やかにかわすことができている時間が長かったです。とは言うものの、それでも清水の最終ラインが勇気を持って高いラインを引いてるとき、やはり浦和のビルドアップが苦しいときがありました。ただそんな中でも、江坂選手が降りてきてビルドアップを助けてそれをかいくぐってた。江坂選手、来れば！あとは清水エスパレスの時間帯も、まあ、なんとかね、いいブロックを作って、ブロックの外を回させるようなディフェンスができていました。その中で追い込んで奪い切る。それができてる時間帯は良かったのですが、問題は伊藤あちきがいなくなってからです。いやー苦しかった。やっぱあれだけね、最終ラインが下がっちゃうと、相手の韓国人ストライカー、193センチあるストライカーがですね、出てきて、やはりね、ハイボールで勝負するってところが、明確にメッセージが出されてたので、まあ、チームとしてもね、攻撃のやり方がもう統一されていました。そこに浦和は苦戦して、バウドの一撃を浴びてしまう。なんで。しのいで欲しかったね。くそ！ケイちゃんいねえしよ。ケイちゃんどこ行った？ただ今日ね、あの江坂選手の PK、あのゴールセレブレーションは、犬飼選手のね、あのユニフォーム、美しかったっす。なんかもう泣きそうだったもんね、こっちもね。犬飼選手、みたいなね。あ、くそ！はい、ということで、残念ながら絶対に勝たなくてはいけない清水エスパレス戦を、勝ち点2を落としてしまいました。もう札幌戦も、この清水戦も、勝てた試合でしたし、勝たなきゃいけなかったです。やはり気持ちは見せていてくれてはいたのですが、もうちょっとね、相手の出所のところをしっかりプレスにかけてほしかった。まあ一人少なく難しいところはあったと思うんですが、もうちょっと早くね、秋元選手と関根選手入れてもよかったんじゃねえかなと。もういつ入れんの、いつ入れんのってもうそわそわしてたからね、一人で俺で。まだなの、リカまだなのみたいな。はい、悔しいですが、この悔しさをバネに、次は、週末ウィークエンドに、アウェードの FC 東京戦があります。次節このアジスタでは絶対に勝たなければいけない。そこで勝って、勢いつけて、タイのブリーラムに乗り込みましょう。いやー、勝って欲しかった。それでは元気に締めたいと思います。今日はケイちゃんいなくてごめんね。せーの、バイナラー。これ絶対俺一人だともうすぐ消されるでしょ、これ。この動画が少しでもよかったら、チャンネル登録お願いします。グッドボタンとコメントもお願いします。これ一人でやるの恥ずかしい。もう今日のレッドカードで9試合で3枚レッドカード。3試合に1枚赤髪が出てるってことでしょ？いや、荒れてんね、今年の裏はね。もうそんな赤は見たくない。見せるなら赤い浦和の魂を見せてくれやったれ浦和。